よし、ドラゴンクエスト、5やっていきましょう。いよいよメタル狩りの季節、メタル狩りの季節ですね皆さん。恐ろしいよ。あーまあそうだよな。今度こそメタルスライムを買っていきます。頑張れ。お、一体残った。とりあえずメタルスライムを倒すっていうのを目標にしよう。仲間にすることは考えないで、倒すことを、倒すことじゃなくて、倒すことを目標にしていこうかなというふうに思っております。2ダメージ、3ダメージ来た。プリズン頼む。くっそか。なんかね、3連続でメタルスライム来てるんだよね。これやばくない？確率的に。押し込んどくと頼む。メタルスライム来てくれ。はい。はい。頼むよ、メタルスライム。とりあえず倒させて。じゃ逃げたか。プリズンの会心が、おお、うわぁ、まあ、なんだ、ヘンリー、気持ち悪いな。お、腐った死体じゃん。ついでに勝っていくか。メタルスライム狩りやってるんですけど、まあ、腐った死体も確か32分の1かな。32分の1で仲間になるっぽいんですけど、まあ、無理ですよね。頼む、メタルスライム。まず倒させて。おっしゃ、残った。あー、プリズン。スライミニア。あー、俺クズ。おー、ヘンリー頑張った。来た！来た！ 3！ おっしゃ、来た！1350。来たことも聞いたこともない数字。こんなもらっていいんですか？初給料は1350万円でした。いや、でもこれ幸先いいかな？ん？素早さに耐えて256分の1だよね。え、これ幸先いいでしょ、多分。ポリポリ。よし。死ね。聞いてくれよ、これメタルスライム出たんだけど、驚きとどまってんの。いや、これいけるっしょ。いや、倒すことが主眼になってる。これ倒した後の256分の1が出てるの。てか倒したし、普通に倒したし。1350。プリズンレベル16。おー、いいね。キャダルコ。神でしょ、これ。よし。今、レベル18なんだけど、これね、レベル17でこのダンジョン入ったんだけどさ、もう完全にね、逃げれるんだよね。だから結構まあいい感じだなーとか思いながらやってますね。え、これ、2体倒せる？もしかして。2枚抜きか？いや、そんなことできないし、さすがに。お前はスライム。ありがとう、プリズン。2742。いや、これは気持ちがいい。俺はレベル上がんないのか？大人すぎる。18歳は大人だからな。すげえ、スラリンとかも年上になってんじゃん、いつの間にか。人間で言うとこの19歳。うわぁ。よし、メタルスライム倒していきましょう。1ダメージ。頼む！おぉ、来た来た！おし。どんなもんよ。レベル20。くそすぎる。よし。腐った死体ですね。まあ、腐った死体はね、32分の1で仲間になるんで、まあ、大体、まあ、まだ仲間になんないかなとは思うんですけれども、なんでお前すぐ仲間なんだよ。はい。メタルスライムが本番だからな。ちょっと待って、スミス。HP50、力58、素早さ10、身の守り8、賢さ10。このね、身の守りと、何だっけ、身の守りがね、とにかく低すぎるから、どうしようもないんだよね。HP と力は高いんだけど、素早さと身の守りが低いから、まあ、いらないかなっていった感じですね。で、あと、毒の息を覚えるんですけど、毒の息って、なんか、使う意味がないんですよ、全く。5と6って毒の息全く存在価値ないんだよね。ということで、あとはメタルスライムだけとなりました。地獄の狩りがスタートです。なんか、このメタルスライムですけど、まあ、1日、まあ、10体狩るぐらいがいいのかな。でも、10体の、まあ、なかなか多いか。結構ね、裏でもやってる、今日2日目なんですけど、まあ、なかなか狩れませんよね。なんと、メタルスライムが3体も出ました。3体だって初めてなんだよね。で、しかも、こちらにはまだ気づいていないという。なんだこの上振れ。頼む。ま、そんなもんだな。左が今2ダメージ、3ダメージか。あー、一体別グループなんだね。何ダメも食らってない奴が残りやがった。お？頼む、プリズン。おいっす。ちょっとストーリー編というか、ストーリー進めようかなというふうに思いました。で、お前メタルスライム諦めたのかよという声もあるのかもしれませんが、ここは今はね、パパスの洞窟ですね。このパパスの洞窟に行ってなんかパパスのメッセージがなんかあるとか、そういうのを聞いた。天空の剣。
で、まあ、その後すぐ、何やったっけ、ラインハットに行けるようになるんだよね。で、ラインハットに毒針があるっぽい。それでパパスの手紙を読もう。信用。お前はこの手紙を、すでに知っているかもしれんが、私は邪悪な手にさらわれた妻のマーサを助けるため旅をしている。私の妻、お前の母にはとても不思議な力があった。私にもよくわからぬが、その、には。多分妻はその能力ゆえに、魔界へ連れ去られたのであろう。シン、伝説の勇者を探すのだ。私の調べた限り、魔界に入り邪悪な手から妻を取り戻せるのは、天空の武器と防具を身につけた勇者だけなのだ。なるほどね。天空の武器、防具を見つけ、マーサを助け出す。でもこの設定意味ねえんだよな。まあ、とりあえず次はサントハイムで。サントハイムじゃねえ。どこだっけあれ。ああ、ラインハットでちょっと道具屋というか、毒針を買います。よし、ということでラインハットにやってきました。これで毒針を買えますね。でもスラリンとアプールしか装備できないんだな。へえ、まあ。とりあえず、まあそれでもだいぶ変わるかな。まあ、ヘンリー解雇するか。アプールとかね、もうすぐ乾燥しちゃうから意味ないんだけどね。まあ、いいや、アプールに装備と。いった感じです。じゃあもう一度、メタル狩りに参りましょう。よし、ということで、毒針を、装備した状態で、こっち行きました。で、全部命令させるようにしましたね。でもスライム、メタルスライム以外は逃げようかなというふうに思っております。にゃー。頼む。オッケーオッケー。これ確定ですね。来た。生きの根を止めたナイス。いいね。毒針いいわ。かなり効率化したわ。普段だったらね、あれ絶対倒せなかったと思う。でヘンリー解雇だね。アプールは多分ね、すぐカンストしちゃうんじゃないかな。HP じゃない。レベルね、15しかないからね。で、まあ当然仲間にならずといった感じです。今ちょうどね、メタルスライム狩り始めてから3日目になるんですけど、どう思います？いつぐらいに仲間になると思う？どんぐらいかかると思う？こうね、俺はね、1週間。7日目にはまあ仲間にしたいなーと考えてんだけど、まあ1日1時間ぐらいやってるね。だから今3時間目ぐらいな感じなんですけど。そもそもね、メタルスライム、こんな感じで倒せる時間が少ないんだよね。どう思いますか皆さん。こういうのも本当は順番的にさ、こうすべきなんだけど。まあですよねーって感じっす。慣れすぎて。怒り感じないから。むしろメタルスライムが出たことによる感謝っていった感じですかね。お、いいね、幸先いいっすね。3連続は、なかなかないっす。頼む。おっしゃ、これ確定っすね。でも毒針のおかげでかなり安定したかな。2ターンで倒せるからね、大体。うん、まあ仲間にはならないと。一応見とこうか。おお、4連続。じゃあやる気上がるね。いや、ちょ、毒針、3日目になってめっちゃ効率よくなったわ。やっぱ1回ラインハット行った方がいいっすね。で、アプールとスライムで攻めるっていうのが、まあ安定になってくんじゃないかなと思います。最速を目指すのであれば。いやー、今のも A 連だが、関係ないな。メタルスライムここ逃げたら、関係ないね。いや、でも、今の急所が当たっとけば、みたいな思考があるのか。まあ、さすがに連続では来ないと。ういっす。今日はメタル狩り4日目ですね。まあメタルスライム、相変わらず全然狩れません。まあただ、アプールが、なんと、何やったっけ、乾燥、なんか、アプール使ってもうすぐ、なんか、いつの間にか乾燥しました。で、あと、何やったっけ、プリスニアン使ってたんですけど、ドラ吉に変えましたね。まあアプールは、その毒針、覚えてるというか、装備できるんで、まあ確定なのかなと思っていて、で、あとは、まあなんだ、ドラマさんにした理由は、なんだろう、 AOE があるんだよね。全体攻撃できるから、まあそれが非常に強力なのかなということで、採用しております。うん、でまあスライムもう一体仲間にできたら、まあより効率化できるのかなとは思ってる。おし、やっぱ毒針はね、神だね。確定1ダメージはめっちゃ強い。ブーメランより絶対めちゃくちゃ効率よくなったと思う。だからもう一体スライム仲間にするってのも一つ選択肢としてあるのかもしれないとか、そういうことを考え始めております。そしてまたメタルスライム、なんだガンガン行こうぜ。でも割とね、なんなんでしょう。狙ってくれるんだよね、メタルスライム。結構賢いんだよね。
ちょっと話飛ぶんだけどさ、このスライムとエビルアップルこれを見てたわけね。何これって思って。で、エビルアップル乾燥したって言ったけど、実はレベル20が乾燥だったみたいで、まだ乾燥してませんでした。で、こう見てると MV とか3倍近く差あるし、力も倍あるし、で、なんか装備できるアイテムは一緒なんだけど、素早さとかもエビルアップルの方が早いし、身の守りも倍ぐらいあるって。賢さもあるし、運の良さもあるし、みたいな。全部勝ってんだよね。マジでスライムって育てる価値ねえな、と思いました。はい、ちょっと4日目最後の狩りしようかなというふうに思っております。あ、プール早い、おー、イエース。プール早いんだよな。スラリンも先行するようになってきたね。レベル20から26ぐらいまで頑張れば先行するようになるみたいですね。まあ、そんぐらいまで頑張りましょう。うん、ちょっと今日は終わるわ。ちょ、5日目また頑張ろうかなというふうに思っております。応援よろしくお願いいたします。おいっす。今度、ちょっとカジノに行ってみようかなというふうに思いました。で、これ気が狂ったわけではなくて、このメタルキングの剣を俺が装備したら225だよ。これちょっとさすがにメタルスライム硬いけど、もしかしたらダメージ通るんじゃないかな。で、キラーピアスとかもしかしたらスラリンにありなのかもしれないみたいな感じで、まあ、6万コインぐらいを、まあ、目標に頑張っていこうかなというふうに思っております。じゃあ早速、どれ行こうか。これ行くか。よし。ランスアーミー、オーク、死神兵。え、わかんねえ。オークじゃないの？死神兵、わかんねえんだけど。死神兵って名前かっこいいよね。死神兵で行くわ。よくわかんないから、なけなしのね、お金で。200コイン買いました。誰だよ、こいつら。やめて。ちょ、本当はオーク行きたかったんだけど、倍率低かったから、死神兵にしたんだ。もう、オークじゃねえかよ。やっぱ多くだわ。何これ、土わらしスカルサーペントベビーパンサー、わかんねえ。土わらしそんなあれなの？ここは無難に行くか。わかんねえもん、こいつらどんぐらい強いか見てみようか。序盤のモンスターってそんなになんかちょっと狙われすぎていて、あの、うわ、土わらし最高。ダメだ、ドラキーマ、ダンスニードル。え、ダニー、ゴミ、クソ雑魚なはずだから、ドラキーマで行くわ。いや、これはさすがに当たると思う。これは問題ないと思う。これドラキーマだな。よし、そっちの方が素早い。あ、ちょ、ラリホーやめて。13！ ここに見覚えてんのか。ゴミ。おし、よし。ダニーとか踊っとく、お前ずっと不思議だね。不思議だね。不思議やね。不思議だね。はい、ザオゴミ。ダンスニードルとかゴミ。110ゴールド。はい、そのままかける。そのままかけさせていただく。知らないやつくんじゃね。マドルーパーってライバルズのやつだよね。グレーゴールって何？わかんねえ、こいつ行こう。グレーゴール。誰こいつ？グレーゴール。29。レベルが高い。爆弾は論外だな。バカか。マドルーパー狙ってくれ。グレゴール。マドルーパー強い。これはメラリザード。あ？メラリザードだっつってんだろ。舐めんなよ、俺を。バカ野郎。俺を舐めんじゃねえぞ。絶対メラ撃てるから、メラリザード。ひのゆき。おしおし。あ、おしじゃねえ。全然おしじゃねえ。ラーバキング、そっちで。うわー、2連続。え、対戦ある。はい。ぷくぷく。これ、わかんないから、吐くよ。おいっす。地獄の淵から帰ってきました。これで、今、2911倍。これで、マドルーパーとか言ったら2倍になるんじゃないかな。これどれ行こう。でもマドルーパーでしょ。ドルヌーバーとか魔物使いがこのマドルーパーに叶うはずもない。絶対マドルーパーだ、これ。マドルーパー最強説。寿司三昧がお前勝てるはずねえだろ。やめて、32って。意外とマドルーパー。耐久がない。よしよし。そうそうそう。いいね。デスパロット、おしょ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 し。寿司がお前勝てるはずね、バカが。一体
対峙ですからやめろ。おいし、今7205枚。7205枚です。ほら、いけるだろう。ランスアーミー多く死神へ。多くに行かせてくれ。大丈夫だ。大丈夫だ、信じてくれ。多くで大丈夫だと思う。私はそう思っている。おお、そうそう。そう、おし、来た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 、あーしゃ、勝った。はい、神。28,820枚。どうよ、これ。素晴らしすぎる。やっぱお金なんやなって。よっしゃ、やっとだ。おっしゃ。いいんじゃないのこれ。ヘンリー。なあ、そうだな。とことんやろう。今コインやってます。なんかね、コインやってるとね、すぐね、6000とか1万とか当たる。これめっちゃえげつないわ。いや、え目標の6万に、あっという間に到達したよ。え、めっちゃウィンいいかも、俺。え、マジで30分かかんなかったんだけど。一瞬で、もう一瞬で上がっちゃった。これまだ2回目とかなのにね。え、やば。マジか、ヘンリー。はぁ、なんだこいつ、人の不幸。何当たってんのよ。マジとかゴミ。やったー、これできた。はい。とりあえずメタルキングの剣だな。はい。シャキーン、超イケメンになったでしょう。一応ちょっとキラーピアスを、スライムどっちがいいかわかんねえんだよね。一応持たしとくか。実質アリーナ。おー、はぁ？なんでお前こんなへこんでんだよ。うわぁ、これ一撃でいけっかな。めっちゃ楽しみだ。おいっす。今、俺がメタルキングの剣で、スラリンが、何だっけ、キラーピアス装備します。ちょ、これで効率よくなったか見ていきましょうか。1、2、おぉ、いいっすね、いいっすね、いいっすね。うぅ、息の根を止めていく。いやぁ、1か。でもメタルキングの剣確定じゃなかったかなーって思うんだけどね。いやぁ、スラリンいいじゃん。ちょ、もう一回いくよ。メタルスライム。わあ、そっち攻撃するか。うほほほ。アプールも言うて神だな。安定してる。一気に安定したわ。いいっす、ドラゴンクエスト5やっていきましょう。ちょっとね、あれなんだよね、なんだっけ。この、入れ替えか。これで、この、スライム仲間になったんだよね、スラボ。なんで、これ育てようかなと思って、ちょっと南の方、サンタローズの南の方行ってたんだけど、そしたらクックルーがなんと言ってました。神の塔の周辺かな。クルーはま、さすがに仲間にならないと思うけど、一応仲間になった時用に、こうやって動画を撮っております。うん。仲間なんじゃねえわ、準備しねえ。32分の1で、まあ、一応仲間になる感じで。で、こいつも毒針を、あれするんですよね。だからちょっともうスラボーいらねえな。スラボーいらねえな。これ返すか、スラボーいらねえ。はい。クックルにしましょう。こいつ毒針、毒針要因欲しかったんだよね。超嬉しいわ。なんかね、補助が有名で、なんかレベル20とかで倍キルトまで覚えるから、まあ、序盤のなんか補助の要みたいな感じなんですよね。ただ、32分の1という確率は、非常に低いんで、まあ、無理して仲間にするほどでもないのかなといった感じですね。あと、なんか装備タイプはミステリードールと一緒だから、まあ、スーファイン版だと結構役立つんですけど、まあ、ミステリーと同じぐらいの強さなんで、まあ、リメイク版だと狙って仲間にするほどでもないのかなといった感じです。マジか。お前が仲間になるか。いや、でもこれで、毒針で、俺抜くかいっそ。俺抜いて、スライム、エビラポを、ドラ吉とか別に連れていく必要ないもんな。いや、俺、スライム、エビラポを、クックル。この4人で、行きましょうか。メタル狩り。またまあ再開しようかなというふうに思っております。おいっす。
ちょっと、パーティーメンバー見てほしいんだけど、このスラリン、アプール、クックル、スラポ、これに変えました。で、こいつらみんな毒針を装備してますね、今。キラーピアス、最初装備してたんですけど、まあ、こっちの方が多分ね、効率いいなということに気づいて、よしよしよし。めっちゃ効率いいんだよね。あー、でも、ブラウニー、これ、殺しとかないと、めんどくさいかも。まあ、いいや。あー、これ、ブラウニーが絶対仲間になっちゃうんだよね。最悪。まあ、いいや。言うてメタル狩りの効率はかなり上がったんじゃないかなというふうに思っております。じゃあ、この、まあ、なんだ、パーティーで、また頑張ろうと思っておるわ。スライムの、一応、レベルアップだけ見とこうか。こんなもんよ。全然あかんねえな。ちょっとあれですね、スラリンの装備を変えました。何やったっけ、キラーピアスに戻しましたね。で、これまあ、ほぼほぼ当たるし、まあ、雑魚敵の時にね、この、毒針だとすげえ効率悪いんだよね。こんな感じで。最悪まあ一体ぐらいはさ倒しとかないといけないっていう積んだんですな。さあ頼む。レベルアップは嬉しいん。アウルペアかいらねえ、死ねえよマジで。よし倒していこう。スラリンがそろそろレベル上がりそうなんだよね。はい、来た一撃。まあどうせレベル2にはならない。レベルアップはしない。お、来たレベル30。素早さ4いいっすね。ザオラル。結構ね、メタルスライムに対して先手取れるようになってきてんだよね。素早さ100超えたら、なんか先手取れるっぽい。え、ザオラルってやばくない？見ていい？おぉ、素早さ114。ここら辺のアプールとスラリンあたりが超えるわ。レベル30はやっぱ必要だね、スライム。メタル狩りには。うん。で、絶対このパーティーはマジでおすすめ。おいっす。成果報告5日目ですね。EX がこれ、クックル34というか3400になってるから、34000か。だから、34体倒したんじゃないかなと。メダルスライム以外倒してないんでね。34体倒して、まあ仲間になりませんでした。いや、結構辛いっすね。3時間ぐらいやったんですけど、まあ倒せません。まあ、まだ頑張ろうかなというふうに思っております。おいっす。ドラゴンクエスト5やっていきましょう。今回は6日目ですね。いや、楽しみだな。なんかね、こう、まあ、自分もね、このメタルスライム狩りやってるんで、まあ、メタルスライム狩り、まあ、YouTube にね、結構上がってて、まあ、それいろいろ見てたんだけど、なんだろうね、スマホ版でやってる人いたんだよね。で、なんかスマホ版だと、この主人公外せないっぽいんだよね。へーって思った。いやー、ちょっと、なんかエンカウントしたいね、早く。なんかね、体感ね、メタルスライムが出る確率ね、なんかね、その人はなんか3回に1回は出るみたいなこと言ってたんだけど、俺的にはね、5回に1回とかそんぐらいのレベルだね。やめて、それは。メタルスライム B。じゃ、これ倒してから、またいつもの倍速というか、行こうか。とりあえず、これまでは喋っていこうかなというふうに思っております。よし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 。1、いや、これ確定で倒したね。確定で倒したね。うん。オッケー。その、HP3 か4なんで、まあ、スラリン、アプール、クックルって当てれば、まあ、大体倒せると。で、スラリンが、何やったっけ、まあ、雑魚敵用に、撃たらないように、してるんだけど。うわっ！うっ！ちょ、今自分の顔殴ってました。痛い。これは夢じゃない。言葉にできねえわ。おい、録画取れてるよな。録画取れてる。やった。録画取れてるという確認。お前はメタルスライム。意外とでもちょろいな。7時間か8時間くらいだと思う。いや、もっといったってやってるかわかんない。ちょ、数えてないから。HP3。身の守り230。運の良さが255。なんだこの化け物は。高いすぎる。もうこんなゴミいらねえだろ、スラボーみたいな。スラボーみたいなゴミはいらないね。え、全然倒してない俺。やば。てかもうエビルアップルがもうあれかな。なんか、実力不足。なってきた気がする。だってもうレベル上がんないから、成長しないやつ入れてもな。メタリン。お、話したい。俺はメタリンと話したい。メタリンと会話をさせておくれ。すごい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 。初めて見た俺。なんだこれは。幸運でしょ。だってレベルまだ30だよ。
ってことは大体これもうほとんどメタルスライムだからまだ175匹ぐらいしか倒してないってことでしょう。幸運でしょ、やばいっしょこれ。ほとんどだってここで稼いでるもんな。は？うわ！キュルキュル。キュルキュル。キュルキュル。いや、キュルキュル言うんだ。知ってたみんな。メタルスライム、キュルキュル。ライバルズにもこの知識を活かそう。キュルキュル言ってる。キュルキュル。怖いえ。父さんやったよ。俺メタルスライム仲間にできたよ。父さん。俺いよいよやったんやなって思った。父さん。俺メタルスライムを仲間にしたよ。さすがだ、シュッチ。妻のマーサも喜んでいる。お前の母にはとても不思議な力があった。魔物にも、魔物をなんか人間にできるとかそういう能力らしい。お前もなんかそんな感じの能力があるのだろう。そうだな。ああ。悲しい俺。悲しくて嬉しい。パパスと共有できない悲しさと。こんなに嬉しくていいのだろう。嬉しすぎるとなんか逆になんかちょっと不安になるんだよ。こんな嬉しいことが起こってもいいのだろうかと。少年よこれが見えるか。早すぎて見えないか。なんたって素早さが233ではなくて100でした。素早さが100だから俺の方が早いんじゃね。ごめん、そんなことはなかった。調子乗ったわ。さすがだね、メタリンは素早いね。セラリンが嫉妬してる。は、シュンチ。あんたあれだね、リンがカタカナなんだぞ。リンさんとか、そういう。リン。このこっちのリンは相性としてのリンだけど、じゃあ科学機構としてのリン、科学としてのリン、どっちを優先するんだい。俺の方が素早いぜ。スライム、メタルスラリンが嫉妬している。しかしメタルスライムはこれは見てる。身の守りと賢さ、こんなのもう入れるしかない。しかも言うこと聞かないんだぞこれ。賢さ15という。31。こいつらの頭が悪すぎる。俺賢さ45じゃん。俺このパーティーで一番賢いのヘンリーで、次プレジニアンって。俺なんだな。プレジニアンあれだもんな、トイレできるもんな。教えなくてもトイレができる。俺は教えないとトイレができない。そんぐらいの違いがある。あー嬉しいよ、嬉しいよ。サンチョの匂い。あーサンチョの匂い。じゃあメタルスライムの苦行頑張ったと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。いやマジで嬉しい。初めてだわ。しかもこんな低レベルだぞ。27だぞ俺に至っては。やばいだろこれ。はい、やばいと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。まあはぐれメタル、あとなんだ、メガサルロック、ヘルクラウダーあたりでまあ一生懸命頑張ると思うんでよろしく。